前回第一ステージの終盤戦までたどり着いた八神。まあ八神は第一ステージということを理解していないのだが、絶望に気づくまであとだいたい6分ちょっと。さあというわけで最後ジャイアント、こいつのバカ力でスクラップにしてくれる。バカ力、バカ力にはバカ力よ。さあ結構キャラごとの特性分かれてていいな、マジで。おい、動き遅いタイプじゃない？おい、めちゃくちゃタイガーと相性いいんじゃない？前に寄れないから後ろに逃げられた後にダッシュアッパー打たれるとしんどいキャラなんじゃない？これただコマンドがうまく入らないっていうね。おい、雑魚なんじゃないのね。ねえ、ちょっとぐらいの回復で全然使っちゃうよ。オッケーオッケー、よいしょ。2試合目、おい、あーっと使った。おい、いやマジでタイガーのダッシュアッパーとめちゃくちゃ相性いいキャラな気がする。おっと、ほい、パターン入ってますね。あ、やべ。はい、待てよ。はい、え、パターン入りすぎてて草なんだけど。これなんだったら1週間で終わりの説まであるよ。日本分割するのちょっと申し訳ない説まであるよこれ。あーっとずれた。はい、あ、ガードされた。スープレックス。はい、さあ落下点、あ、落下点狙いでスープレックス打とうかなと思ったけど、こうなっちゃったらもうダッシュアッパーだね。ほい、雑魚ですね。これはさあこれで7体全部倒し終わるので、ジョイメカファイトは一周の説あるよ。でさすがにだって今分割したら13分13分だもん。さすがに短すぎんべ。ほう、なかなかやるな。それではこちらもワルロボ軍団四天王その1、その1、その1。こっから四天王戦ってことか。2本になるのか。さあ待てよ。おっと、あ、やばいな、考えてることしとったな。あーと前に出てきてるわけじゃねえもんな、スープレックス。よいしょ。ちょっと状況にもよるんだよな。あ、やべ、スープレックスだ。おい、待てよ。おい、とりあえず先制は取らないとまずいだろ。スープレックス、やば、ダッシュに、あー、フライング2が入ればオッケー。さあダチョンダウン。この HP はな、よいしょ。あ、待って、俺のそっちが入ってんのかよ。全回復あるぞ。よし、これで全回復はねえべ。いい、ガードで削りでもいい。あー、それはダメだよね。さあ、まあつってもそんなものべ。いや、不用意に飛ぶの危ねえ。えい、で、よし、パターン入った。オッケー。さあこれでまあ大体全回復。オッケー。ダッシュアッパー2発入ってくれるのめちゃくちゃ熱いスタートよ。スープレックスで、オッケー、パターン入ってる。オッケー。四天王って言ったからこっから続くのか。
続いてない。四天王ってどういうこと？四天王って言ったよね。ちょっと待って待って、ジョイメカファイト、隠しキャラとかか。だってな、あれはなんかそういうことだよな。え、なんなんだあれ。さっきのなんか、なんか気になる言い方してたな。四天王がいるんでしょ。でクリアすることで、待って待って、あー、ラスボスは4なのか。なるほどね。これでこれがステージ1なのか。はあ、あ、ほんとだ、エンディングじゃねえんだ。よくやったスカポン、取り戻した7体のロボは改造して我々の仲間に戻った。こんな7体のロボと次の関門に待ち構える8体のロボを倒すのじゃ。え、全然終わんねえじゃん。コントローラーの電池切れたし、え、全然終わんないじゃん。ちょっと待ってね。ようやく気づいたし、コントローラーの電源も切れた。八神、ここで八神はようやく気づく。あ、これパート4前後まで行くと。まだまだ八神の戦いは終わらない。さあ、で倒すのじゃっつうことで、あ、コントローラー認識してない、助けて。やっとコントローラー帰ってきたわ。ふ、捨て駒を仲間にして勝ったつもりか。甘いな、甘すぎるんだよ。ここから本当の悪なちロボ軍団の恐ろしさを思い知らせてやる。まさかの、全然違うやつ出てくんの。雑魚、超強力な真空ため攻撃食らってみるか。はあ、じゃあまだまだ終わんねえの。ごめん、パート1で終わるとか言って。動き早くね。だってステージバリもないとか言って、ごめん、全然あるじゃんね、ステージバリエーションね。遊園地みたいなステージ始まったわ。お、待てよ、よいしょ。まあ雑魚は雑魚か。あぶね、ためキック、うい、いやー、ガードされるわな。うい、よし、スプレックス。これなんだかんだ言ってパートなんかかかるかもしんねえな。わあ、やべ、ためキック、スープレックスから入れてって、まあとりあえず。そうなのよね、イーグルキックがね、なんかね、苦手な敵キャラが一定数いる。でそいつらはね、もうなんか適当によって遊んであげるだけである程度ダメージ入るから、で外したらスープレックスで投げる、これだけで対応できちゃうから、雑魚とかは全然問題なさそうだね。うい、スープレックス、やべ、まあよいしょ、スープレックスで、よいしょ、うい、スープレックス、うん、雑魚っぽい顔してたわ。オッケー、いや8体しかいないと思ってたけど、これはワンチャン、こっからはあれだな、スキップとかもちょっと入ってくるな。攻撃を食らってボコボコになるのはお前の方なのだ、フフフ。ほう、まあ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 、まあ、基本的にはタイガー一択で、ここまで来ても慣れちゃったのもあるから。さあ、タイガー対ボコボコ、待って、あれだな、こっちの主人公のキャラクターのがベースって感じするな。え、まあ、マジかよ、そっちが投げが入んのかい。やべ、おい、んで、やべ、あ、待って、こいつちょっと苦手かもしれん。いやー、苦手かもしれん。待てよ、うー、たぶんね、おい、まあダッシュアッパーとか入ってくれたおかげでっていう感じはあるが、はい、待てよ、おーっと、
で、オッケー、ダッシュアッパーも入って、で、これは投げる。で、おーっと、はい、スープレックス。スープレックスが強えんだって。やべ、投げ返された。オーライ。まあ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 、これはボコボコもいけるでしょう。お決まりのスープレックスよ。ちょっとね、息削られそうになった雰囲気ありましたけどね。オッケー、続いてはジオ。このロボエネルギーボールでコッパみじんになるが良いわ。ほう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 、だから波動拳キャラクターになるのかな。ピオ、あー、もう一回ピオっていうの待ってた。さて、あー、なんかあれだね、まとってる玉みたいのが、いや、ほうほうほう、てか、うおー、つえ、なんだ今の。ちょっと待って、ちょっと待って、うい、まずいか。オッケー、ちょっとあれ怖えよな。おい、よいしょよいしょ、離れてるところから。いや、ちょっとこいつ怖さあったよ。まあ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 、大丈夫だろうけどね。おお、ジオウェーブ。いや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 、あのランダが怖えって。あぶねえ、特攻した後の損の方がでかいのよ。いやー、ずれた、うまく避けた。あー、当たんねんだ。うおー、マジか。まあ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 、なんとかなってはいるけども、よいしょ。ちょっとこれ考えて運用しないと。うおー、だからちょっと前ぐらいからアッパー打つにしても打った方がいいかな。パターン入った、うい。そう、後ろためってあるけどね、これでなんかわかんないけど、斜め後ろため、斜め後ろキー入れた状態だとフライングキー肉がね、半永久的に出せるのよ、こうやって。いて、だこれがね、入ってくれるんだったら有効点にはなるんだけど、あ、間違えた、やばい、いやー、待って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 、やばい、くぅ、あぶねー、おいよー、削り。ちょっとこいつ怖かったぞ、ちょっとこいつ怖かったぞ。たい、ガラック、こいつね、ガラック巨大なハサミでズタボロにしてくれるわ。はいはい、さあガラック、わーっと、ガラックスロー。そう、敵によってはね、これで詰めて、これで詰めてガードされてもスープレックスで投げるってどうなんだろう。結構ずるいけど、運用的にはスマートに攻撃が与えられる気がするんだけど、こうして、でまた溜まってるから、でこうして、こうして、でこうして、で、あーっと、ちょっとずれちゃうね、ずれちゃうから、ずっとフル運用っていうのは難しい気がするけど、いい。でまた溜めたやつを入れて、で溜まってるから、いやいやいや、このゲームのね、ムカつくところがね、大味な味付けのくせにコマンド正確なんだよね。よし、えい、まあ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 、こいつはまあ危なげなく勝利かな。さあ5体目、字読めません。シャベルアームアタックでボコボコになってしまいなさい。なるほど、もう完全にタイガー一択で進めてますけど、エジプトみたいなとこ来たわ。
オールド。おっと待てよ、範囲でかくね。いや、そのアタックワンってやつの範囲わけわかんねえ。待って、コマミスが、コマミスなんですって。やべえ。オッケー。あー、スカった。そのアタックワンの鍵爪が残ってんだよ、判定に。あー、まずい。やばい、ちょっと待てよ。だー、あー、あぶね。よいしょ、あぶねー。ダッシュアッパーいっぱいは一発は決めないと、まずあぶね、一発は決めないと回復されちゃう。その距離あれば。おい、うわ、謎アピールの時間だ。よいしょ、音楽噛みかかってね。よいしょ、あの HP から2本目選手削っていきたい。待てよ、はい、あー近すぎる。おい、ちょっと待てよ。あー、今の入る前だったって。でも大丈夫。あー、2位変に打たない方がよかった。オッケー。あー、そう、前に来られるとダッシュアッパーっても当たんねえんだよ。まあ、その代わり次打つ時のリスクはゼロなんだけど。うわ、危ねえ、スープレックスが差し込んだ。あ、待って、あ、一本取られた。変なハマり方さえしなければこっちが勝つと思うけど。おい、やっぱダッシュアッパーよ時代は。おい、オッケー。いや、ジョイメカファイトオンライン化してくれていいよ。ジボル小さいからといって舐めてかかると泣きを見ることになるだろう。ほう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 。まあタイガースよね。さて、多分だけどこれ32体いるんだろうな。32体ってキャラ多くない？おい、あー、マジか。まあでも敵特にダメージ的に入んなかったからいいとして。うわー、その構えされると終わりだよな。よいしょ、あーっとずれた。あー、いやいやいや、相手の方が差し込み強いな。なので、まあ基本的にはダッシュアッパーの方針でいいよね。あれだよな、やられアニメとかもいちいち全キャラバンだもんな。コンパチじゃねえんだよな、すげえな。あー、くそ、待てよ。あー、下がられたか。あぶねー。あー、使ったー、シャドった。アームバルカン強いね。4発、あ、5発、あ、ま、6発か。よいしょ、とりあえず、おっと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 、引かれるみたいな綺麗なことやられると。あー、前出られちゃった、入るな。よいしょ、うおー、めちゃくちゃアームで読まれた動きされたな。その距離はね、その距離は苦手な距離なのよ、タイガーの。ちょっとだけ前に出てから、あー、前のやつが足らなかったけど、それスープレックス入るべ。おい、よいしょ、おい、これはね綺麗に返してる。てか俺めちゃくちゃ格ゲーやってる今。あ、やばい、そっちだと、あー、まずいぞ。あー、
入った。うい、とりあえず一発入れとけばお釣り分があるからいいのよ。やっと、よいしょ。こいつ遅いから、それをあそこでアームバルカ撃たれたら終わり。危ねえ危ねえ。あら開始。さあ一本取られて、まあでも半分までいかないでしょ。ならね、うわーわーわどん。ああ、あの距離でどうしたらいいか分かんなかった。はい、それはもうアームバルカ見て勝利余裕でした。おい、そうなのよ、ダッシュアッパーが無敵時間があるから、あそこであれ撃たれると確定で入れられるんだよね、距離の調整が終われば。いいよジル、このロボの必殺技をした時お前はもう終わりなのだ。マジかよ。さあ2ステージも終盤戦。しかしながら新しく現れた敵ジェルの必殺技、説明によると必殺技を知った時お前はもう終わり。果たしてジェルが使う必殺技とは。次回に続く。ジェルが必殺技を出すとデータが消えるとか電源が破壊されるとか、そういう終わりの話か。次回に続きます。